斉藤和美です。今年もいよいよ BS12-12でプロ野球中継が始まります。そこで番組からファンの皆様へパ・リーグ6球団のご当地ラーメンセットをプレゼント。ぜひご応募ください。斉藤さんが知っているホークスの裏話、裏話、まあ裏はたくさん、ありますけどね。その裏のない人たちはいないと思うんで、まあ言える範囲の中でいくと、意外なところで、一軍の、平石打撃コーチ、これね多分言うと本人これ見ると怒られると思うんですけど、あのねギターが得意なんですよ、めちゃくちゃ。で、まあ、彼はもうずっと楽天にいて、仙台でもそのギターをたまにこうやってたみたいで、で今回、ね、昨年、ホークスの方に来た時にわざわざギターを持ってきて家で弾いてるらしくて、で昨年コロナのね、自粛期間中あったじゃないですか。それであのズーム飲みっていうと、ね、一時流行って、その時にちょっと弾いてくれよって言ったら、もう言った曲何でも弾いてくれるんですよ。もうそれぐらい、ギター好きなんですけど、あまりこれを表に出さないのは彼も隠してるんで、それはもう僕がどんどん今度こうオープンにしていって、もしあの平石コーチをあの見かけた時は、いやギター聴きたいですと、今度聴かせてくださいっていうふうに声をかけてみてください。多分びっくりすると思います。